おはようございます。おはようございます。この度、うちで赤松をいっぱい入荷しました。はい、それもどれも古くて皮のもう皮が来始めているようなそんな古い木ばっかりですね、うん、どれも文人で作れるようないい木なんですけど、今回はうちにある赤松とかを見ながらこの赤松の盆栽を作って、この文人の赤松の良さっていうのを伝えればなというふうに思ってます。よろしくお願いします。お願いします。こういう風に全て細くて、うん、で足元からもう皮が来始めてるようなそういう木ばっかなんですね。なので本当に文人の条件がもう本当に育った素材となってます。まあ例えば下の方から枝が出てるやつがあったりとか、上の方でちょぼちょぼってあったりとか、それは木によってそれぞれ違うんですけど、うん、まあそれぞれ本当にいろんな形をしているので、どれを選んでもいい気になるような素材ばっかりですね、はい、いろいろこうやって上に置いてるやつじゃなくても面白みがあったりとか、逆にちょっと模様が結構ついてるやつがあったりとか、もう風の流れを感じるようなやつがあったりとか、いろいろな木姿なのでどれ選んでも面白いですよね、うん、赤松らしい。でもなかなかないんですよ、こういう素材って、うん、ない。で結構赤松作っていって種から実生で育てる方気がつくと思うんですけど、意外と太りやすいんですよ、うんうん、なのでこんだけ細くて皮がはぜてるっていうのはやっぱり植え替えの回数も少なかったんだろうなっていうのは想像できますね。ただ全部上を枝が上を向いてるわけじゃなくて、下に落ち枝が効いてるやつがあるのでしっかり手は入ってんだろうなっていうのは想像できますよね、うんうん、でこういう素材を選ぶときはもう本当に好みだと思うんですけど、私の場合はこの中でも少し左右に動きがあったりとか、落ち枝がしっかり効いてたりっていうそういう木の方が好きなので、今回はそういう木を自分なりに選んで、1個作ってみたいと思います。なんか面白いですよね、うんうん、結構いい木かもしれない。これなんか面白い曲ですよね、うん、じゃあこれをやっていきたいと思います。お願いします、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います、はい、今回この木をどっちを正面にしようかなっていうことを考えた時に、普通だったら頭がこっち方向に倒れてるのでこっちが頭がいいのかなとは思いつつも、まずいいところはこの曲がりですよね、はい、曲の部分がただ単調じゃなくて、左右に動いてるっていうのがこの木のいいところだと思います。なのでこれを生かすとやっぱりこっち側が背中側にしたいんですよね。なのでまあ流れとしては基本的には左というか、今はこっちで言うとこっち、うん、こっちだとこっちになる、うん、なるほど、まあ、正面が決まってない。そうですね。あとは枝をどうするかなんですけど、例えばこの枝を使おうとした時にこの枝との差がちょっとないんですよね。なので、まあ、理想これを使うんですけど、これを使うんであったらこれは切らなきゃいけない。どうして？短いから。要は一番効かせたいのはこの枝なんで、うん、これと被ってしまうのとこれとの差が少ないので、いやそこを切る、はい、で逆に言うとこれを使いたい場合はこっちを取ってあげないと、要はスペースが開かないので、要はこれを使えばいいんですよ、うん、どっちがいいか決まりました。正面がこの木、こっちを正面にします。で、はい、皆さんから見て、左流れになりますかね、うんうんうん、なんですけど、この差し枝がちょっと弱いんですね、はい、なのでこれを一番効かせないといけないんだけど、上にちょっとこれだけ残します、うんうん、まあちょっと2本ここに枝が重なってしまって見栄えはあれなのかもしれないんですけども、これを上に乗せてちょっとボリュームを出しながら、この下枝が元気になったらこれを取ればいいんじゃないか、なるほど、で、こっちが元気になったらこれを取る、切ると。でこの枝たちもちょっと生かしで全て、やりたいと思います、はい、でここを正面なんですけど、若干幹をひねりながら、うんうん、こういう風にしてあげると幹の動きも より手順が見えると、はい、見えるのでこういう感じでやりたいと思います、はい、ちょっとあんまり太い針金をかけたくないんですけど、うんうん、ただやっぱりひねるっていう作業をやるには太い針金をかけなきゃいけないので、太いのちょっとかけます。ちょっと足元の粘りだけ見ましょうか。苔にちょっと埋まってしまってるので。赤松は粘りは気にするの？まあ、あるに越したことはないですね、うん、面白みってなりますよね。なるほど。迫力っていうよりかは
な感じでした。そしたら、こうひねりたいので木を、こうひねりたいので反時計回りに、回していきます、はい、こういう木は分枝の木は浅い鉢に植えたいのでなるべく深く刺しちゃうと下に針金が出てきちゃうのでなるべく浅く刺してあげるといいと思います、はい、で巻かない場所は多少緩やかに巻いてあげるといいですね、うん、若松世間ではそんなに人気がないみたいですけど、はい、東樹園では大人気。東樹園はもうやっぱり浜野の赤松大好きですし、もともとやっぱりこの辺は赤松の大地で、赤松とゆかりが深い地域ですので、うん、やっぱりうちの生徒はどっちかというとこういう優しい赤松だったり厳しい赤松だったりそういう木を好きな人は多いですね。そうですね、まあ、皆さんご存知の H さんも、H さん、はい、大好きな、うん、一番好きって言ってますよね、うん、ただ売店とか行ってもあんまり赤松売ってないんですよね、数が。あかもしれないですね。ホバリングするかな。で赤松の針金かけで失敗しない時期っていうのがありまして、それは基本的には6月ぐらいって言われてます、うん、まあなんでかっていうと赤松非常に芯が硬いんですね。曲げる時にポキッと行きやすい性質があります、はい、なので水の多く含んだ梅雨時にやるといいっていうふうに言われてますね、はい、黒とは違うところですね。黒とは違う、まあ黒も同じなんですけどね、うん、同じなんですか。ただより赤松の方が折れやすいので、ちょっと上まで針金巻きました、はい、ある程度のところでちょっともう最初に切っちゃいます。こんな感じですね、はい、若干曲げながら、巻いたんですけど、もうプラスで少しだけ曲げてあげます、うん、こういう作業をするときに冬場だと結構ポキッといきやすいんですよ、うん、若干少し起こしながら逆反時計方向に、ねじってるっていうような作業ですね。こういう感じかな。立ちましたね。はい、それで OK です、はい、そしたら次に下から細かい枝に針金をかけていきます、はい、ヘリコプターが何度も旋回して止めておりましたが、一の枝に針金がかけております。小白は枝の上から回していくと、落ち枝を作るために。でここね、うん、そういうポイントもございます。こういう時にちょっと下になるようなパーを取ってあげると綺麗に見えますね、はい、ヘリコプターがまた戻ってきました。4周ぐらい回ってます。迷惑な仕事してます。一の枝かけました。で2つ目に上にかける枝に針金をかけるんですけど、はい、こう見てもらった時に枝の配置を見てもらいたいんですけど、ここがまあ芯となる枝ですよね、うん、はい、次に入ってるのがこれ、うん、3番目に入ってるのがこれになります。でこういう時に先端よりも長くなっちゃっているような懐に生えた枝っていうのは正直もう切らない、切っちゃった方が楽だと思います。楽、この胴吹きを促すっていうのはなかなか難しいので、うん、短い枝があるんであればそっちを優先してあげた方がいいですね。はい、東樹園さんにはこの赤松30、40本ぐらい今ありますね。もっとありますよ。もっとある、結構売れたかもしれない。40ぐらいある、ある、まだまだいい木いっぱいあるので、ぜひともご購入ください。お、チャイ、チャイますか。チャイます。パーマかけました、はい、赤松はおすすめですか。いや、おすすめですよ。いい赤松と出会い方ってあんまりないと思うんですよね、ビビッとくるような、うんうん、けど出会った瞬間に赤松だからでやめるのはもったいない。もったいない、うん、あ、いいなっていう赤松だったら絶対に買っておくべきだと思うんですね。そうですね、はい、というか文人の樹形好きだったら赤松行かなきゃ変ですよね。もったいないですね、うん、赤松こそ文人って感じがしますもんね、はい、どっちかっていうと黒松っていうのは男らしくて、うんうん、どっちりとしたその模様着の雰囲気が合うような樹木ですし、こういう華奢な木っていうのは赤松独特の良さがあるので、うん、やっぱり文人は赤松の方が合いますよね。次の枝取り終わりました。じゃあまた次の枝をかけていきます。基本的には枝を下げていくと。そうですね。
玉の枝は別に必ず下ろすわけじゃないじゃないですか。そうですね、要はあの上から順に角度は少し浅くなってくるイメージで、だん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 、はい、じゃあ差し枝が一番きつい、やっぱり一番ね効かせないといけないところですね、うん、下ろし方、うん、完成。はい、ちょっとだけ、長い葉っぱだけ取ってあげます。はい、もうちょっと揃えるような感じで、これはただの見栄えのお話ですね、うんうん、棚をしっかり浮き立たせるために長いのはちょっと切ってるっていう作業です、はい、まあ樹勢を考えるとやらない方が元気はつき、うん、こんな感じでいかがでしょうか。文人、文人、まあ、文人にしては少し葉の量は多いかもしれないですね、うんうん、ただこれがもっと効いてきたりとか裏の枝が効いてくるとこの辺の棚をなくしてもっとスッキリさせてあげると、うんうん、より文人らしさが出てくるかなと思うんですけど、はい、まあ、第一のはこれでいいんじゃないかと思います。じゃあ植え替えていきましょうか。はい、若松はどんな鉢がいいんですか。文人の場合は丸鉢で少し薄いような鉢がいいと思います、うん、で、まあ、小白なのでデー鉢っていうなると一番多く使われるのは南蛮の鉢だったりとか、はい、丸っこいような薄いような鉢に入れてあげるといいっていうふうには言われてますね、はい、でこの木に合うような鉢を今ちょっと見つけてみて植え替えていきたいと思います。おあるかな。はい、いい南蛮がなくてですね、うん、大きさの理想だとこれぐらいに入れば、そうですね、だけどちょっと厳しいな、うん、でちょうどいい大きさの深さのやつがこれの2つで、うん、これだとちょっと大きすぎる、大きいけど、まあ、安牌なんですよね、水やりとか考えると、うん、でこれはちょっと深いですけど南蛮みたいな、まあ、土模様も盆栽ですかね、これは掛けがありますけど松下盆栽、はい、これが入れば面白いんじゃないかなと思って、はい、ちょっとこれでやってみようかなと思います。なかなかこれを入れる木がなかったんで、うん、ちょっとこれでチャレンジして入ればいいなと思います。いや、うん、いや、なるべく皮を取らないような植え替えをしてあげるといいですね。皮が魅力、そう、下まで太いのが来てない、太いのが来てないと、うん、懸念の処理してんのかな。超優秀な、超優秀な素材、素材ですね。赤松でこのサイズでこの古さでって売ってないもん ね、 ね、初めて。しかも枝もできてるから、できてる、ね、ちょっとかけるだけで、うん、こう文人の雰囲気が出せるっていうのはないですよね。ないですよ、でも高くないし、うん、4000円から6000円、6000円ぐらいの、ちょっといいのはもうちょっとしますけど、うん、値段になっております。非常に熱くなってまいりました。で基本的に盆栽の場合雑木がメインで最初に植え替えするんですけど、その後に小白になりますね、うん、なんで、まあ、もうそろそろ落ち着いた頃に、松とかの植え替えやってあげるとちょうどベストじゃないかなと思います、うん、3月後半ぐらいからね、それぐらいからやってあげるといいと思います。お彼岸、うん、次だいぶちっちゃいのに入りますね。ね、そっちも入りそう。これも入りそうですね、うん、なんかね、いい雰囲気ですね。盆栽先生の鉢っていうのはね、独特ですからね、なんかね、うん、これぐらいかな、はい、こうやって足がない時ですね、鉢に片方こう針金が垂直にやるとちょっとグラグラする、はいはい、なのでそれに、まあ、本当に直角にこうやって体格でブランコの支えとなる針金を同じ太さでやってあげると4本足ができるような状態になります、はい、ブランコ、そうするとまだブラブラしにくいと思います、はい、ブランコっていうのは木を固定するための針金ですね。そうですね、アルミ線でぐるぐるにすると多分こう結構盛り上がるんですよ、うん、はい、だから細めの銅線で止めてあげようかなと思います。これをブランコと、土を入れていきます。はい、あとは最初粗めのやつ入れます。でちょっと細かいの、鉢の正面的には大きいこの欠けが見えないような場所がいいかなと思うんで、うんうん、少し直しがあるんですよ、ここちょっと直しも見せながらとかでも面白いかなと思うんで、ちょっとここら辺で
角度をつけたいので角度のつけながら合わせてあげます。僕から見て右側をちょっと高くしているような感じですね。うんうん、2箇所止めてるのはやっぱ分身背高いから、やっぱりそうですね、基本的にやっぱり不安定、不安定ですよね。どうしても重心がやっぱこっち側にあるので手っ取りいっちゃうかもしれない。何番の鉢って基本はしないもんね。ないですね、ないことがやっぱり基本、やっぱ要は蓋なので、うんうん、元は盆栽用に作ってる鉢ではないので、うん、鉢というか物で根っこに詰めていきます。はい、赤松ってなんで一般的にそんな人気ないんだと思います？弱い黒松に比べて、うん、あと葉っぱ長いから商品に向いてないとかそういうこと？いえ、大品でも、うん、赤松はちょっとやっぱり今は下火ですけどね、うんうん、でも全然僕はこの華奢な感じとかね、赤松らしさっていうのは僕は好きですね、うんうん、基本僕は黒より赤の方が好きですね。私も完成。はい、水やんない。水やります。完成。完成しました。赤松の分人儀ですね、うん、素材自体が元から良かったものを針金をかけてあげることによって分人らしさがより出たのかなというふうに思います。ポイントとしてはこの幹のラインを見せてあげながらこの落ち枝をしっかり作ってあげるということによって分人らしさが出てくるかなというふうに思います、うん、あとは植え替えをしてあげてこういうような少し丸い出物の鉢に入れてあげるとよりこのひょろひょろとした文人の、味が出ていく、まあ、この2点ぐらいのポイントですかね。はい、土鉢に入った状態のさっきの状態からだいぶ印象は変わったかなというふうに。そうですね、より締まったような印象だと思いますの でこの後は先ほど言ったようにこの下の枝が少し元気になってくるともしかしたら上の枝を取ってしまってこのガツッと落ちた落ち枝をもっと強調できるかなというのと、あとは少しだけなんだろう間延びした枝もありますのでそういうのも取ってあげるとよりコンパクトになってより厳しい木になっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。はい、素敵です。はい、まあ、一応東樹園の周りにも赤松の林があったりとか当時にも赤松いくつかありますのでちょっとその辺を見ながら動画を終わりたいというふうに思います。はい、はいはい、この木なんかは3年前ぐらいかな、うん、私が針金かけてお客様に購入いただいた赤松ですね。この木の特徴はこの混ぜた皮とこの特徴的な落ち枝ですよね。はい、これが面白い木で、全体は柔らかくもありつつこのガツッとした落ち枝が、うん、要はアイコニックなそういうような木ですね。これやっぱ赤松ならでは。そうですね、この細幹の中でこうやって古くはぜた皮と、うん、この細い華奢な枝と、うんうん、そういうのはやっぱ赤松らしい特徴ですよね。なるほど。でこれも南蛮に入ってます。はいはい、この木ですね、前盆栽世界遺産の企画の中の私の推しの木っていうページで特集していただいた中で載せた木ですね。この木は僕が当時に来て、まあ、目切りっていうものを最初にやった木ですね。はい、すごい特徴的な木なんですけど、まあ本当に大好きな雰囲気の木ですね。はい、これもはぜた皮と落ち枝が効いてて、うん、全体的にやっぱり柔らかさの中に厳しさがあるような、うん、そういうような雰囲気ですよね。この辺なんかも赤だし、赤だし、そこも赤だし、赤ばっかり、赤ばっかりです。後ろも向いていただければそれもいい木なんですけど、屈折したこの幹足でここにグッと後ろに行ってから前に来てと、うん、この雰囲気はなかなかないので
なんかごちゃごちゃっとした赤松もいいですよね。なんかいいですね。あのすごい記憶強いやつある。やっぱり赤松ってセオリー通りじゃない木もあるんですね、うんうん、それはそれで味になるというか、うん、今日作った木っていうのはどっちかというともう1の枝があって、ね、2の枝、裏の枝があってそういうような本当セオリー通りの木なんですけど、そうやって特徴を作ってあげても面白いかなと思います、うん、もう唯一無二みたいな感じでやってあげるとより何でしょう盆栽の面白さが出てくるかなと思います、うん、昼間さんがいきなりガクンって曲げてるやつもほぼ赤松ですもんね。あもうそれはほぼ赤松ですね。そうやっぱそういうのもいいのが赤松と、はい、この辺とかもね、この辺とかこの辺とかもそうだし、こういうのが赤松の良さ、これなんかどっちかっていうともうセオリー通りに作ってるような木ですよね、うん、こういう良さもあるし、なるほど、肉に言うと、ガツッと折ったような木だったりとか、うん、優しい雰囲気の木があったりとか、もういろんな楽しみ方があるので、あの素材から、いろんな楽しみができると思う。昼間さんなんかはあれちょっと少しギュギュギュに曲げようかなとかって言ってたりしましたし、もう買ってた、あの買ってないけど買ってない、はい、ラファエア巻いてとか、うんうん、ですごい厳しい曲つけようかなとかって話したりしましたし、まあ、人によってはあれをそのまま生かしながら、何でしょう、もうより優しい雰囲気で作りたいなっていう人もいたし、うんうん、まあ、いろんな遊べる素材だと思いますので、はい、ぜひこの機会にその赤松の面白さを体験していただければなというふうに思います、はい、ということで、はい、今回は赤松の文人木を作ってみました、この動画がよろしいこの動画が、いいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. Goodbye. Bye bye. Bye bye.